生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。裸そうやで、そうやで、頭やで、いや、今日はジムに来てんねん。ビヨンドジムですね、池袋店になります。かっこいいね。そう、この池袋店、ビヨンドジムの池袋店と錦糸町店のサポートを受けて、ピロシキーズが肉体改善、改善、そう、どう考えても細いやん、ガリガリやな。朝ガリガリやな。でも意外とお尻はあんねんね、ほら、あ、ほら、でもお尻、ロシア人でかいかもしれない。だから自分はちょっと筋肉を、こんなガリガリな状態でも筋肉つけれるかっていうのを試したいのと、ムキムキになるってこと。そう、あ、結構、じゃあ結構ガチでやる、頑張るやつやんな。ガチでやる。だってここあれやねん、パーソナルジムやから。お、めっちゃいいやん。あの、一人で、そう、1対1でやるやつ、1対1でやるやつ、1対1でやるやつやねん。大丈夫かな、プラスと大丈夫かな。やる相手がかわいそうよね、ちょっとちょっとやる相手がかわいそうやけど、でも頑張っちゃう。もう、あの、もちろん変態目線は、あの、あるのかよ。あるけども、あるのかよ。それ隠せへんやん、絶対。みんなあるから、世の中生きてたら。生物、ほんまにムキムキなれんのかな。え、ちょっと呼ぼうよ、あそこ。なんか裸の人おるし。裸の人おる、ほら、裸の男の人がおる。ひゅー、すごいね、すごい。どうも、ビヨンド池袋トレーナーのすぐらいです。もうさ、YouTube 慣れしてるんじゃないですか、実は。ねえ、今の仕方がすごい個性的で。ちょっと待って、これさ、何、洗濯できるやん。わしゃ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 。1、2、3、4、え、どうぞっていうのは、触ってってことじゃない。ちょっとあれじゃん、触りいいよ。うち、あ、触りいいよ、一旦。え、え、すごーすごーかー、ピピピピピピ、盛り上がりすぎだ。テンション上がりすぎだから。すごい、あれちゃんも触っとき、ほらー、マジ洗濯できるって、これ、ほらー、あーあーバカ野郎。ごめんなさい、すいません。え、ほんまに、え、ムキムキになれますか。まあ、ビヨンドとしてはこういう実績があります。すごない。え、これどのくらいでなんですか。これはまあ3ヶ月から半年ですね。結構軽いんやね。なれるやん。なれるってことやね。楽しみ。あんたもさ、やりいいよ。なんか最近モデルで流行ってるやん、なんかコンテストみたいな、筋肉コンテストみたいな。え、マジで。うん、やりいいよ、やりいいよ。うちもなんかコンテスト系目指す系。うん、え、あれちゃんどんな体になりたいの。やっぱりルーチンでしょ。は？ルーチンみたいな、ちょっとなんかクーマと戦いそうな、ちょっとなんかね、馬の上に裸で乗ってるような、うんうん、ちょっとワイルドな感じがいいですね。なるほど、できますか？え、納得ですか？そうですね、こちらのトレーニングと、まあ、体作りにおいては食事が大事になるんで、食事ね、守っていただければ。食事、ね、無理に乗らんでいい、無理に乗らんと、嘘つかんと、綺麗にしましょうよ、アリちゃん。プーチンじゃなくて、プーチンってこんなんやで、ね、だって意外と解散や、解散、解散だ、当たり前やんな。美人がおるから、あんたピロシキーズの意味があって、美人おらんかったら一人でやるわ、そんな。聞いたな、お前。じゃあ早速なんか測ってもいいですか。そうですね、最初まず体の状態チェックして、はい、そこからスタートしましょう。体の状態をチェック。アレちゃんから早速計測していきます。緊張するな、これ。銀の部分に足合わせて、何キロぐらいやろう。50ぐらい戻していただいて、はい、ちょっとお待ちくださいね、今紙出します。そんなに簡単に出るんですか。はい、今は174か、下手したら173どうかな。はい、ちょっとお待ちください。どう。いや、2つの棒を握りしめている状況。やめじゃあ、あれちゃん
ちょっと見てみたいな、早く。これで一応、ほんま一応仮にもモデルやからな。これでさ、でもなんかとんでもない数字やったらな、すごいちょっとモザイクかけない使えるから仕事になるから、ちょっとでも、見てみたいかも。じゃあ、アレちゃんもいいですか。はい、アレちゃんのレーザーがこちらになります。デブ？デブ？細いですね。細いんか、はい、身長の割には体重は割と低い方ですね。おー、50.9 なので、体脂肪率も比較的低いので 22.4% っていうのは、ただ筋肉量的にはちょっと標準以下なので、まあ、少しつけたい部類ではあります。なんか一応ね、多分体脂肪率がね低い原因ってね、おっぱいやと思うんですよ、この野郎。おっぱい小さいからさ、やっぱそこは関係してきますか。関係しますね。やっぱり笑わないでください。貧乳をなんかそんなに貢献しなくていいの。いいやん、貧乳売ろうよ、売ろうよ、貧乳を。貧乳で、これはだから貧乳の時代です。そう、でも、どう、おケツをつけたらいいんちゃう。まあ一つはそうですね、まずは。まあ、少しちょっと筋肉量を上げていきたいので、全身的にはまあ 筋肉つけていきたいっていうのがあるんですけど、どういった体になりたいとかっていうのはあったりしますか。どういった体、だからあの大会とかにさ出るときって、やっぱりこうキュッとウエストがさキュッとして、でもケツはちょっとやっぱあって、うわキュッとちょっとアップしてて、ほんでかつやっぱ腕とかは細いみたいな感じなんだな。分からん、俺が勝手にイメージしてるなんか大会で勝てそうな体。まあでもシェイプアップして、うん、その筋肉がちょっと見える感じがいい。だっておっぱい増やすことはもうできひんのやろ。うるせえな。おっぱいは増やせるんですか。おっぱいは増やすことは難しいですけど努力します。まあ、ちょっと上げる、上げるだけでも、上げるだけでも垂れるのをこうするのは、そうしよう、そうしよう。ちょっと待って、食べてる人になるからやめろ。私はどうですか。村ちゃんの結果はこちらになります。圧倒的に筋肉量が少ないです。やっぱり。え、なにこれは、どういうあれなんですか。どこどみたいな。体重が59、体重が身長の割に低いっていうのもそうなんですけど、ほうほう、明らかにこの筋肉量が数値が低いので、まあ、健康のためにここを上げる必要はあります、はい、そんな命に関わるようなものではないですか。関わるものです。関わるもの。だっておばあちゃんって言ってたよ。命にか、まあそっか、筋肉量がとにかくないっていうのが。そうですね、ブラちゃん、それはまずいっす。まずいんだね。増やしていこう、ちょっと。え、てかちょっとじゃなくてガッツリ増やし、ガッツリ、そうですね、ここまで低いとガッツリ増やすような作業をした方がいいですね、一つは。え、まあ、食事もそうなんですけど、脂肪量としては少ないです。少ない、はい、あ、じゃあ別に一般の方より少ないですね。へえ、少ないよ。体脂肪率がほら 18% って普通はどのくらいなんですか。まあ25以下なら大丈夫かなってところは。でもこうやって見るとやっぱり体脂肪率ちょっとだけアレちゃんのがほら高いから、多少アレちゃんのおっぱいがやっぱ俺よりはあるってことがわかるかな。はい、じゃあ今後のプランなんですけど、はい、どんな風にどんなプランで体をそう改善していけばいいと思いますか。まずは週3回ジムに来ていただいて、はい、まあ、全身のトレーニング。週3回は最低で、そうですね、週3は攻めていきたい、うん、ほうほうほう。こうじゃあ食事とかも、そうですね、食事の、まあ、改善ですね。食事は一番大事だろ。筋肉をつけていくような。それはもうピザはダメですか。当たり前やろ。ピザはまあ極力控えたいです。それはそう、はい、当たり前。どんなものを食べるのがいいんですか。まあ、タンパク質はやっぱ中心として取りたいですね。もちろん炭水化物も脂質も必要になってきますけど、そのバランスは絶対取りたいです。その取れた食事ね、それってなんかどうやってなんか報告とかするんですか。あ、報告してもらえればその都度フィードバックします。ちょっとがっつり本気でちょっとやろうって思うから、本気でちょっとやってみる。まあ、どこまで変わるかマジで見てみたいから。 もし私これで万が一にも変わらなかったら、今後一生一生彼氏作らない。いや、それは無理や。今後一生お酒を飲まないね。そうするわ。そうする。できるかな。だからロシア人にとってはすごい死活問題だから頑張る。ガチで、ガチでちょっと頑張ります。
アレちゃんも。うちもなんかちょっと結構セクシーな感じになりたいから、うんうんうん、女性らしい、なんか今じゃなんかちょっと、うん、なんか棒みたいな感じちょっとね、あの確かにこうもやしみたいな状態になってるように見えるから、こうちょっとこういう、こういう、ちょっとね、こういうね、弥生土器じゃないけどさ、なんていうの、いいやつ、こういうお尻がこう上がるやつだね。まあでも、本当にいいボディを目指したい。はい。ちなみに、このビヨンド池袋店、あと錦糸町店の詳細については概要欄に載せておきますので、まあ、もし気になる方がいたら、ぜひリンクの方から見てみて、チェックしてみてください。そしてちょっとパワーワードやけどな、ピロシキーズを見たって言っていただけたら割引があるということです。まあ、ということでピロシキーズと一緒にいい体を目指しましょう。えい、おー、えい、おー、まあ、夏今年は無理やから、よう喋るな、あんた、うるさいな、お前頑張ろう。お兄さん何歳ですか？27です。毎年や、92年生まれ、はい、何月ですか？4月です。え、ここまで一緒、ここまで一緒、え、何日ですか？30です。ダメ、どんな違います。20日、惜しいです。